扇町実明は鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての公卿。太政大臣、東院公、守の次男。家には、正二位、兼大納言。扇町家の祖。藤原北家官院流東院家の出身。扇町、または、浦厚寺を号し扇町家の祖となった。建治3年正月、15位下に叙爵し、弘安2年15位上。弘安3年に侍従に任ぜられる。弘安6年には、正5位下、続いて、14位下に叙せられた。弘安7年左近衛少将に任官。弘安8年14位上に叙せられ、弘安9年4月に、東宮権助を兼ねる。同年11月1日、検領を辞任し、11日に、右近衛中将に転じた。弘安10年には、播磨権助を兼帯し、昭和2年に正4位下に進み禁食を調される。昭和4年13位に叙せられて公卿に列した。昭和6年正3位に叙せられ、永仁4年参議に任ぜられる。永仁5年兼中納言に進み、永仁6年に12位、永仁7年には正2位に叙せられ、建元元年11月に兼大納言に至った。しかし、建元2年8月、兼大納言を辞任し三位となる。元応2年盆座を調され、元弘2年に出家した。長年出家の願望があったという。建武の新政崩壊後は北朝に属し、寛永の上乱の最中である寛永2年正月17日の夜、78歳という高齢で薨去した。甥の東院公方は、随分寿高の人なりと、その長命を評している。以下、公卿部任の記載に従う。ありがとうございます。